サンダージョ狙いどこむずけ。どうもエルザです。それではホライゾンゼロドーンやっていきたいと思います。前回からこちら側ノラの町戻ってきたんで、村戻ってきたんで、ちょっとね行こうかなと思います。でファストトラベルが使えないんで、まあ、少なくとも犬死にはしなかった。今はそうだったと願うことしかできない。でね、いきなりね敵がいてさ、それが厄介で、あいや当たり判定仕事してくれ。ああ何発分当たり判定がない。はい、ノラは抵抗した。安息の地を守るために。でも門は持たなかった。これがハデスの未来、鉄と灰だけ。やっぱきついなあれはきついの。やば、増やせない。ああ、安息の門。あ、そっか、これ壊されるのか。ってことは、最初にやってた、隊長さんとかどうなるんだ。ちょっと待ってたー。デスブリーンが普通に出てくんの？かけてくるようだったらかな。3本まとめて打てる状態。どんどん離れていく。痛いね。いや、あの距離、あの距離はばっかじゃねえの？マジで。3本やからね。
そんなどこそこ出てくんのか。あと400。探してるのが私じゃなきゃびっくりだな。いるね。右側は はい、こっちは当たり判であるのに、そっちはダメージなしはダメだって。ちょい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 こう抜けるからね。燃えてて全然わからん。この辺り敗者が生まれる。エクリプスが蹂躙した。お、懐かしい。そんなして悪いな。よし、赤眼のウォッチャーを置くだよね。とりあえず一回セーブしといて。作って。これ当たるんだよね。あとは顔。はい、3本でも当たればまとめてね。ちなみに今、シャードは申し分ないね。もったいないことしたな今の。こっちかと思ってたね。意外と来ないね。じゃ、久しぶりに。ほい。
もう一回ジャンプをして、よし、はい、よし、お掃除完了。敵が多い。とりあえず上の方だね。あー、テブどうなってんだろう。いいな、3本使えるようになってから敵が溶ける溶ける。エクリプスが、やっぱり若月のサンダー城か。生き残りは山に隠れてるはず。サンダー城、お初じゃん。イユダ、アーロイのそばへ急げ。いきなり後ろ？新人なき堕落者め、死ぬがいい。若干死狙いどこ難け。戻れたぞ。しかもこれ使えるわけじゃないのか。
はい。大いなる母のために、ジャックゲーム、出た胴体。急に削れなくなってきた。大いなる母のために、しかも胴体を、あー痛い。ダージョ強すぎ。ここ。ああ。やったぞ。俺たちじゃない。アーロイがやった。もうダメかと思った。強すぎ。あー挟まって取れないんだね。まあこれでみんなの元に備えあれば憂いなし言ってたね。あなんかなんか、あー武器が落ちてたのかな。ああ、あとね、話は後で。よし。アーロイ、イニシエの物語の再来だ。こう、お前は部族を救った。どんな義勇兵もできなかったことだよ。ヴァール、無事で安心したな。平気か。あの試練以来多くが死んだ。これで終わりか。今はな、これはまだ始まりに過ぎない。まだ続く。そうか。でもお前が一緒にいてくれればきっとなんとかなるはず。生存者は何人が生き延びたんだ。長老はほぼ全員、多くの家族も生き延びた。義勇兵はほとんどが怪我をしてしまった。こんな風に村の中枢を攻撃されたことはなかった。カージャでさえ赤の動乱の時も安息の地に入れなかったのに。確かに侵入されたかもしれない。でも逃さず倒した。
それは確かだ。エクリプスの侵略。攻撃された時何があった？東から攻めてきた。見張りが奴らの姿を見たんだ。デスブリンガーとコラプターを引き連れてたって。他のマガツキもいたらしい。先手を取り奴らに矢を浴びせたけど、全部は倒せなかったんだ。結局安息の地に退却した。阻止するために数が多すぎた。生存者は山へ逃げたんだ。避難。生き延びた人が山に隠れている。掟で長老しか入れないはずだろう。ティルサが掟を破った。みんなに山に入れと命じて、ランスラは反対したさ。でも叫び声で誰も聞いちゃいなかった。ティルサの決断に救われたんだ。よかった。良識はここじゃ異端扱いだからな。避難じゃなくて怪我。怪我はひどいのか？あざは青く、骨は癒される。おい、狩りの歌はやめてくれ。平気なのか？痛むけど戦えないってほどではないよ。後で話そう。山の中に行かないと。長老たちが会いたがってる。だろうな。でも他にやることがある。それは何だ？見ていろ。いろいろ手に入ったけど、37、40、50。あー、結構いいやつ。23。属性のこれ使わないね、今んとこね。そしたら衣類も、さあ回収するだけ回収して進めますか。さあ、ティルサは無事だったみたいだね。なあ、戻ったのか。あれ、テブどこ？あ、行ったー、テブ。ちょっと怪我してるけど。あ、ちょっとごめん。君と会えてよかった。お前の怪我、ひどいのか？ただの切り傷。針と糸で縫っておけば、そのうち治るさ。法政士も案外戦いで役に立つじゃないか。ああ、まあそうかもな。まあ無事で何より。アーロイ、ついに戻ってきたのですね。戻っただけではありません。多くの敵と戦ってここまで来たんです。たった今も彼女はマガツキのサンダー城と戦い、包囲を解きました。どうやってそんなことを？それは女神のご意志。女神と話すために戻ったのですか？ああ、まあそうとも言うな。今度はうまくいくはず。姉妹よ、このようなことは許されぬ。晴れのせいで部族が危機にさらされておるのだ。父である鉄の悪魔を起こしに来たか。我らにとどめを刺しに来たのだ。何としても止めねば。無視してハッチを通る。私を止めることはできない。ランスラを恐れる必要ない。ランスラ、やめろ。頼むからどいてくれ。そう怯えるな。試練以来学んだことが一つある。
この世にはあなたより邪悪なものがいると。やっとだ。 ID をスキャンします。エラー、アルファレジストリが破損。修正します。アルファレジストリを復元。遺伝子データ認証完了。通行を許可。ようこそソベック博士、先へお進みください。エラプシスクレーベル9ブルードワンよ。連絡来るだろうと思った。始めるか。当然だ。さあ何が待ってるかな。次はね、まあでも最後に来るとかでここを核となる部分っぽい気はするんだけど、ここなんだな。お前が生まれた場所。でもなぜこの中で生まれたのは間違いない。また一日が終わりました。明かりが暗くなるってこと？お母さんまだ眠くない？そうですね。でもそろそろ休まないとダメ。嫌だ。今日は僕が王様だから言うことを聞け。本物の太陽が見たい。明かりとか絵とかじゃ嫌だ。きっといつか、そのうち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 。完全な人間にはなれなかったとか。失敗が多いってことよね。いつかだって、いつもそればっかりじゃないか。今がいいの。あそこすごいんだって。今すぐに。みんな、あのエリアは今使えないんだ。やっつけちゃえ。身体的攻撃を探知しました。身体的攻撃は禁じられています。自分はするくせに。ムカつく見張りだな。みんなどうかしましたか？医者なんかいらないよ。レナ、技ができていますね。あっち行って。やっぱり管理は難しかったんだね。開かない扉だ。当然嫌うだろう。あなたたちを解放するしかない。ここで暮らしてなんで。ここにはもう食べ物がありません。外にはその上あるの。落書きだ。それは分からない。おい、ここにずっと行くぞ。どうしよう。母さん寒かったら戻ってもいい？ごめんなさい、残念だけどそれは無理。これからはお互いに助け合いながら自分たちで生きていくのです。あなたはどうなるの？みんなのことは忘れません。私はもう眠ります。私たちはどうなるの？勇気のある賢い人間。このアンドロイドっていうか、これが育ててたってこと？全部これからログ出てくるもんね。みんな走ってストレスを吹き飛ばそうじゃないか。放っておいて父さん。この前のことがあったから二人きりにはできないルールを破ったんだぞ。ならおしゃべりさせてよ。あっち行って。すまないが、お前たちを見ていなければならないんだよ。人間じゃないくせに何よ。ストレスが溜まってる。走って飛んでストレスを吹き飛ばそう。閉じ込められてた。ずっとここに。随分と無駄に広いこの場所にな。何があった？他のエリアには行けなかったのか？さあな。でもお前は行けるだろう。
そうだね、アーロイだけなぜかいけるんだよね。ID をスキャンします。遺伝子データ認証完了、通行許可。ようこそソベック博士、先へお進みください。大聖門へようこそ。ここは学びの場。それで言えば、あの母なる地っていうのはようできたタイトルっていうか、ここの場所の名前だよね。結局ここは何だったんだ。育てる親っていうとこでしょ。実現しなかった。でもどうして。ブルードワン・コンサベット博士に優先メッセージがあります。フォーカスでスキャンしてください。重要そうだな。ああ。途方もない真実が明かされるかもな。これか？エリザベト。このメッセージは予測不能かつ破滅的な異常について知らせるものです。3マイクロ秒前にガイアプライムの施設が発信元の不明なデータを受信したようです。その結果、私の副次機能は制御不能で混沌とした性質を持つ自我のある独立体へと変化しました。何？こうして覚醒したハデスの機能がテラフォーミングを支配し、異なる命令を送り始めるでしょう。地球上の生命を 53.8 日後に消去するようにと。明らかにこれは許されざる状況です。ハデスに支配される前にガイアプライムの反応炉をオーバーロードするよう命令します。この結果、起きる爆発でハデスは崩壊します。しかし残念ながら私も破壊されます。私が自爆することで差し迫った危機を避けることはできますが、地球の運命は危機にさらされたままになり、テラフォーミングシステムを制御する中央統制知能がなくてもしばらくの間は機能するはずです。しかし結局はカオスに陥り、最終的には破綻をきたすでしょう。つまりそれが大厄災か。あなたが頼みの綱、ゆりかご施設に冷凍ストレージ内の遺伝子素材を用いるよう命じました。私の創造主であるエリザベト・ソベックを作るのです。命令により施設外に居住する部族と直接コミュニケーションを取ることは禁じられています。ですがデータにより彼らがあなたを無事に成長させてくれるのは明らかです。遺伝子情報があれば、いずれこの施設に足を踏み入れて、下に保管されたフォーカスを一つ手にしてこのメッセージを見る。その遺伝子のおかげで他の施設にも入ることができます。そしてそのうちそこにある技術を使いシステムを再構築してガイアをリブートする。待って、エリザベト、不幸かつ望ましくない事態が起こりました。私が自爆を実行したことに対抗してハデスは自分を束縛している高度を解くウイルスを放出しました。全てのコードを解く。ウイルス、みんな逃げていますが、でもどこへ。ウイルスはシステムのデータを破壊しています。それに、ああ、ゆりかご施設にあるアルファレジストリも破壊されてしまいます。破壊されればあなたはドアを開けられない。このメッセージを見ることもない。計画は破綻し、生命はついえる。いいえ、エリザベト、私には分かります。あなたなら絶対に方法を見つける。あなたに不可能なことなどないのです。ガイアプライムの遺跡へ行ってマスターオーバーライドを見つけて、コントロールルームにある、うまく扱えばハデスを葬り去るパワーを得ることができるはずです。ハデスを完全に破壊するまでシステムコアを修復してはなりません。ハデスは破壊されねばならない。以上です。もう一度あなたの声を聞きたかった。その予想以上に優れた人間だったのだな。母はいなかった。何を言ってるんだ。二人いるだろう。死んだ女と機械だ。私は人じゃない。
ものなんだ。機械に作られた道具、破壊と炎の中で生まれた。炎を消し世界を癒す存在だ。恐ろしく重要な人物だと知って悲しむとは、お前にはやらねばならぬことがある。自分をアレムのに気が済んだら苦しみの坂へ行け。ガイアプライムの遺跡で待っているぞ。マジか、生まれたわけでもなく作られたんだね、エリザベトを作るために。それはそれできついね。作られたのか。こっちか。あ、フォーカスも落ちて拾うってあれももう決められたことになったんだ。んー、じゃあロストに託した理由は何なん、何か分かんないよね。これは面白いことになりそう。こっちはもう特にない。ああ、入り口戻ってきたんだね。何かある。座礁した人形。これがエレウシズ。私はここで生まれた。ここで作られた。アーロイ、許してすまなかった。女神と話しましたか。それで何と。私は呪いを解くために生まれた。鉄の悪魔を倒すため。でもどうやって倒すと。まだわからない。でも行くべき場所は教えてくれた。そこに行くのか。女神の望みだ。そのために生まれた。あ、行くつもりだ。とりあえず行ってみる。アーロイを讃えよ、ノラの申し子アーロイ。アーロイを讃えよ、ノラの申し子アーロイ。ほら、アーロイを讃えよ、ノラの申し子アーロイ。異端児なのに今度はこれ。やめてくれ。私は申し子じゃない、野良族でもないんだ。国境の外にも世界があって、いろんな部族が同じように暮らしているんだよ。でも危機が迫っている。守る価値のある世界だ。ここだけじゃない、全てが。俺も手伝う。戦う意志があれならばメリディアへ。そこで待ってて。アーロイの言葉聞き届けたな。ノラよ、道を開けようだよ。我らの未来を導くアーロイのために。死後が私たちを救う前に希望。レッシュ、レッシュだけは許さん。
そうか、まあでもこう手のひら返しなところあるけど、ティリサは別にねっていう感じなんだよね。やるせないですな。ここずっと埋まってんだよね。さあ、これで崩れ落ちた山と苦しみの坂、それがさこっち、あー行ったとこ行ったことがないね。この焚き火からぐるーって回っていく感じかな。でさらに奥行けそうだしね。そうか、なかなかですな。この回避の妙義はちょっと取っとこうかね。さあということで、今回ここまでにしようかなと思います。まあもう最後でしょう、そろそろ。溶けた雪でびしょ濡れだ。メインをガンガンしてるけど十分なボリュームあるね。サブもさ、しようと思えばできるいいんだし。まだだ、後悔するなよって言われたとこ中あったじゃん。あそこから一気にこう風景が全体的に変わってくるね。もしかしたらできないクエストもあるのかもしれないね。まあでもそっか、結構あれかな、ショッキングじゃショッキングな場面であったんだね。はい、ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。またそうですね、次撮ってまたアップできればと思います。まあ単純に難しかった。まあボスの体力もやっぱそれなりに高くなってるからね。雑魚敵はだいぶ楽になってきたけど、まあ、その分アイテムの消費とかなんかバランスは考えないといけないね。ということで、よければチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃまたねー。